今回は乗客を乗せずにエディンバラからグラスゴーへ35マイル飛行する。ボンバルディア CRJ700 を試すいい機会だ。離陸の順番を待つ間に少し説明しておこう。最近のジェット機の操縦は小型プロペラ機とほとんど変わらない。大きく異なるのはほんのわずかだ。まず最初に気づくのはケーキパネルの見た目が違うことだろう。たくさんの丸いケーキの代わりにコンピュータースクリーンがいくつかあるだけだ。表示は大きく異なるが情報はほとんど同じだ。ワールドトラベル221、シックスライト手前で待機。747がファイナル進入中。滑走路シックスライト手前で待機。ワールドトラベル221。今のコールは別の飛行機だ。この機はオービット526。無線は私が担当するので聞き逃しても私が指示を出すから安心したまえ。左側にあるのがプライマリーフライトディスプレイ PFD だ。複数のケーキを一つにまとめたものだ。中央の青と茶色の部分が姿勢指示器、左側の垂直テープが待機速度計、右側のテープが高度計の代わりとなる。画面下の中央にある表示は進路を示す水平位置指示器、その右が昇降計に相当する。このグラスコックピットってやつは時間がかかるが慣れてしまえばこっちのものだ。 PFD の右にあるのがナビゲーションディスプレイだ。後方支援装置やフライトプランのルートに対する航空機の相対的な位置関係を視覚的に分かりやすく表示する。ケーキパネルの左側にあるフォーマットとレンジのノブを使って地図の表示を変えることができる。試してみるといい。よかろう。3つ目のディスプレイはアイキャスと呼ばれるもので、エンジンの情報、車輪とフラップの位置、燃料系、そして警報メッセージがデフォルトページに表示される。ディスプレイの下にあるアップとダウンのボタンをクリックすると別の画面に切り替えることができる。それぞれの画面で各種システムについての情報が得られる。今回はアイキャスにエンジンケーキを表示させておく。一番上のケーキは N1 だ。飛行中にスラストの設定を指示するので、ジョイスティックのスロットルレバーまたは F2 および F3 キーを用いてこのケーキの針を指示通りに合わせればいい。ウィンドシールドのすぐ下にあるのはオートパイロットのモードコントロールパネルだ。このフライトでは使用しないので今は気にしなくてもいい。ジェットとピストンエンジンの大きな違いは、ジェットエンジンは回転の増減に時間がかかるということだ。スラストを変化したときエンジンの反応に遅れが出る。これとジェット機は高速であることを同時に考慮すると常に早めの操作が必要だということだ。ワールドトラベル221、滑走路に進入し待機。滑走路に進入し待機します。ワールドトラベル221。プロペラ機と同様、ジェット機にもフラップがある。フラップは離着陸の際に揚力を増すために使用される。ではF7 キーを3回押してフラップを20度まで下ろそう。フラップインジケーターはアイキャスに表示されている。オービット526、シックスライト手前で待機。シックスライト手前で待機。オービット526。では先行する737に続いて滑走路手前で待機しろ。ピリオドキーを押してブレーキを解除し、スラストを上げて前進しろ。よし、ここで停止。離陸滑走中、私が4回コールする。 80 ノッツとコールしたら、その速度が出てるかどうか計器で確認しろ。 V1 とコールしたら、離陸しなければならない速度に達したということだ。その時点で停止するだけの距離は滑走路にはない。ローテートとコールしたら、スティックをゆっくり引いて機首を上げる。最後に V2 とコールしたら、安全離陸速度に達したということだ。たとえエンジンが片方止まっても何とか上昇できる。ワールドトラベル221、離陸支障なし。ワールドトラベル221、離陸します。オービット526、滑走路に進入し待機。滑走路に進入し待機します。オービット526。滑走路へのタキシング許可は出たが、離陸許可はまだだ。前進して右折し、滑走路に入れ。センターラインに機軸を合わせて停止しろ。シフトキーと5キーを押してオーバーヘッドパネルを表示し、左下にある着陸灯のスイッチで点灯しろ。それからシフトキーと5キーを押してパネルを閉じろ。
離陸前に最後の確認をする。操縦は君が、無線を私が担当する。私が AT ノッツ V1 ローテート V2 とコールする。ローテートとコールしたらスティックをゆっくり引いて15度の機首上げ姿勢を取る。離陸したら車輪を上げる指示を出す。高度1000フィートに達したら加速のために機首上げ姿勢を10度にし、フラップを上げるよう指示を出す。上昇高度は巡航高度の6000フィートだ。ディパーチャーは左旋回で西へ向かうように指示するだろう。旋回のタイミングは私が指示する。オービット526、シックスライト、離陸支障なし。離陸支障なし、オービット526。さあ、離陸許可が出た。準備ができたら、ジョイスティックのスロットルレバーを使うか、F3 キーを押して、スラストを上げろ。最初は N1 を 50% に、エンジンが安定したら 100% に上げるんだ。
スローアプローチに119.1でコンタクト。オービット526切り替えます。グラスゴーアプローチ、オービット526。オービット526、こちらグラスゴーアプローチ、210ノットに減速してください。グラスゴーの滑走路23へのビジュアルアプローチをレーダー誘導します。グラスゴーのアルティメターは2992。210ノットに減速。滑走路23へのビジュアルアプローチ、オービット526。N150% にスラストを調節して210ノットを維持。天候が良好なので管制官は我々を滑走路の延長線上に誘導し、我々が滑走路を視認したらビジュアルアプローチの許可を出すだろう。オービット526、降下して3000フィートを維持してください。3000フィートに降下、オービット526。3000フィートへの降下が許可された。スラストをアイドルに絞り、スティックをゆっくり前に倒して降下しろ。機首を約7度下げて降下中は210ノットを維持。スラストを少し上げて N150% に設定し210ノットを維持しろ。580ノットに減速してください。180ノットに減速、オービット526。スラストを少し絞って180ノットに減速。機首が下がらないようにスティックを少し引いて減速中も3000フィートを維持。F7 キーを2回押してフラップを8度まで下げろ。フラップを使うと減速するので、スラストを N160% に設定し180ノットを維持しろ。
アプローチ、オービット526、滑走路を視認。オービット526、滑走路23へのビジュアルアプローチを許可します。ビジュアルを許可、オービット526。スラストをアイドルまで絞り、滑走路へ向け降下開始。G キーを押して車輪を下ろし、F7 キーを3回押して、クラップを完全に下げると減速する。このような大型機の着陸速度は機体の重さによって変化する。現在の重量ではファイナルアプローチの速度は130ノットだ。滑走路へ降下しながらスラストを調節し130ノットを維持しろ。5261188でタワーにコンタクトしてください。タワーに切り替える。オービット526、グラスゴータワー、オービット526、滑走路23へビジュアルアプローチ。オービット526、グラスゴータワー、滑走路23への着陸支障なし、現在無風。着陸支障なし、オービット526。着陸許可が出たので着陸前チェックリストを確認する。ランディングギアダウン、G キーを押して車輪を下ろせ。フラップ45度にセット。 F7 キーを3回押してフラップを完全に下げろ。着陸前チェックリスト完了。このまま降下を続けろ。滑走路上空50フィートでスラストをアイドルまで絞り、スティックを軽く引いて主輪から設置。それからゆっくり機首を下げろ。着陸前チェックリスト完了。このまま降下を続けろ。滑走路上空50フィートでスラストをアイドルまで絞り、スティックを軽く引いて主輪から設置。それからゆっくり機首を下げろ。7でグラウンドに。オービット526、次の誘導路を左に。滑走路から出たら停止してフラップを上げ着陸灯を消せ。
グラスゴーグラウンド、オービット526、23から出た。オービット526、ゲートへタキシングしてください。誘導路上の737に続いてランプに向かってください。737に続く、オービット526。誘導路上の737に続け、同じランプに向かっている。このエリアに入れ。ゲートは右側の一番奥だ。あの一番向こうのゲートだ。ジェットウェイに寄せて止めろ。ここで止めろ。お疲れさん。Thank you.